1992年のデビュー以来ドラマ、バラエティ番組、センチメートルなど多数出演し人気を博すタレント、女優の奥山由恵さん。出産後は子育てについての講演や執筆、イラストなど幅広い分野で活躍しています。奥山由恵さんの昔、若い頃を今現在の経歴、結婚、旦那、夫、子供、長男の大学進学や自宅、藤沢市辻堂、夫の美容室についてなど、気になったので調べてみました。奥山由恵さんのプロフィール。名前、奥山由恵、奥山由恵。出身地、東京都。生年月日、1974年3月11日。年齢、47歳、執筆時。血液型、O 型。職業、女優、タレント。所属、アミューズ。特技、イラスト。趣味、手芸、旅、講師含め47都道府県制覇。経歴、奥山由恵さんは、1974年3月11日、東京都目黒区に生まれます。4人兄弟の長女で、年子の妹、8歳下と16年下の弟がいます。両親は父方の祖父母と一緒に近くで中国料理店を経営していました。2012年1月に閉店。1990年に行われた映画、鬼太郎の15少女漂流記のオーディションに合格し、1992年に主演女優としてデビューします。健康的で屈託のないキャラクターで人気を博し、未来ドラマ、バラエティ番組、CM などを中心に幅広く活動します。2001年、ヘアメイクアップアーティスト稲葉浩二郎さんと結婚。2002年に長男、空、空、くんを、2011年に次男、三好星、未来、くんを出産。次男、三好星くんが生後1ヶ月半の時、ダウン症と告げられます。著書に、三好星くんの育児日記を公開した、ドキュメンタリーエッセイ、生きてるだけで100点満点、ワニブックス館、があります。結婚、夫、旦那、子供。奥山由恵さんは、2001年10月、27歳の時に、6歳年上のヘアメイクアップアーティスト稲葉浩二郎さんと結婚します。稲葉浩二郎さんは、1987年から2年間、原宿のヘアサロンに勤務後、イギリスへ留学、1990年に帰国します。1992年に独立し、タレントやミュージシャン、モデルのヘアメイクの仕事をします。1997年に渡米し、ニューヨークのヘアメイクアップアーティストのスーザン・スターリン氏に師事。欧米の一流メゾン広告やファッション誌、ニューヨークコレクションなどのヘアメイクを担当します。2000年米国永住権を取得しますが、翌年帰国し、活動拠点を東京に移します。二人の馴れ初め。稲葉浩二郎さんが奥山由恵さんの担当になっていき統合し、一緒に遊びに行くなど仲の良い関係となります。しかし、当時、稲葉さんはアメリカ在住で、日本に一時帰国していたため、奥山由恵さんにとって恋愛対象ではありませんでした。そして、稲葉浩二郎さんの告白で交際に発展します。交際を始めて1年後の2001年秋に結婚します。稲葉浩二郎さんは、週刊女性、2020年9月15日号のインタビューにて。変な言い方ですけど、彼女は普通の人がたまたまポンとこの業界に入った感じで。すごくナチュラルだから一緒にいて楽だし、楽しかったんですよ。アメリカに帰るか、彼女とお付き合いをするか。すごく悩んだんです。と、当時の心境を話しています。横で聞いていた奥山由恵さんも、まだ付き合ってもいないのに、一人で勝手に悩んで胃に穴を開けたんですよ、笑。突然、君のことが好きだ、と言われて、まさに青天の霹靂でした。でも、パズルの最後のピースがピタッとはまった感じで、あ、この人かと。お互いに自分らしく入れたのが良かったのかもね。と話していました。
子供、奥山義恵さんは、2002年、28歳の時に長男、空を出産。2011年、37歳の時に次男、三好生、未来、君を出産します。次男、三好生君が生後1ヶ月半の時、ダウン症と告げられます。出産から1年半後の2013年3月、自身のブログで、三好生君がダウン症であることを公表します。次ページ、奥山義恵さんの長男、大学は、自宅、藤沢、辻堂、夫の美容室についても。長男、大学、長男の空くんは、2021年4月、大学に進学しています。奥山義恵さんは、2020年12月4日、自身のインスタグラムを更新し、長男の大学合格を報告し、次男との兄弟ショットを公開しています。フォロワーからは、合格おめでとうございます。息子くんも義恵ちゃんもお疲れ様。素敵な大学生活を送ってください。優しくて良いお兄ちゃん、などの声が寄せられています。そして、2021年4月4日の自身のアメブロを更新、空くんが大学の入学式を迎えたことを報告しています。長男、空くんの大学はどこなのか、たくさん検索されているようですが、インスタグラムの写真でも大学名は消してあり、公表はしていないようです。自宅、藤沢、辻堂。奥山義恵さんは、神奈川県藤沢市辻堂に自宅があるそうです。長男、空くん出産後は、奥山義恵さんの実家がある目黒区に新居を構え、子育てをしていました。その後、都会に生きづらさを感じ、サーフィンが趣味で藤沢に住んだことのある夫、稲葉浩二郎さんの提案で、神奈川県藤沢市に移住します。引っ越したのは、長男の空くんが9ヶ月の時だったそうです。夫の稲葉浩二郎さんは、2006年9月、藤沢駅前に自身のヘアサロン、イーナバーをオープンします。名字の稲葉から、お店の名前になったそうです。サロンオープンの日には、奥山義恵さんの所属するアミューズの先輩である富田康子さんや福山雅治さんからお花が届いたのだそうです。二人とも、稲葉浩二郎さんと仕事をしたことがあるなどの縁があったということを、2007年の奥山義恵さんのブログに記載されていました。奥山義恵さんが留守の時は、夫の稲葉浩二郎さんが子供の面倒を見ているそうです。稲葉浩二郎さんは、奥山義恵さんが海外ロケでパプアニューギニアに行った時は、お店を2週間閉めたというエピソードもあるそうです。現在、奥山義恵さんは、現在、2度の子育て、家族の日々などを伝えるイベント出演、講演活動なども積極的に行っているとのことです。特技のイラストを活かしたブログ連載なども好評で、インスタグラムにも投稿しています。奥山義恵さん、これからの活躍もとても楽しみです。以上、タレント、女優の奥山義恵さんについて、でした。